礼よ騎士、忙しいところ来てくれて感謝する。手短に話そう。騎士団から君にある特殊な任務を依頼したい。ああ、最近は様々なことが起きていて、私を含めたモンドの騎士団全員が一時も気を緩められない状況だ。実はここ最近、ローレンス家の人間がファデュイと深くつながっているとの報告を騎士団員からたくさん受けているんだ。またファデュイかよ。でもローレンス家ってどんな奴らなんだ？過去のモンドには旧貴族によって支配されていた暗黒の時代があった。高等の王から取り戻した自由に再び枷がかけられ、それにより奴隷制度に拍車がかかったんだ。初代ダンディライオン騎士バネッサ様が革命を起こし、旧貴族の支配を覆した。そしてセピロス騎士団を立ち上げ、今のモンドへと変わった。その渦中にあったローレンス家こそがモンドに苦しみを与えた旧貴族だ。ああ、おいら分かったぞ。悪者の末裔がファデュイと一緒になってまた悪巧みをしてるんだな。今はまだ疑惑の段階だ。確かな証拠はない。今日君たちに来てもらったのはこの件を調査してもらいたいからなんだ。それは旧貴族と騎士団は過去敵対関係にあってな、騎士団は長い年月をかけて双方の軋轢を解消しようとしたんだが、貴族の末裔は未だ騎士団を敵視している。私たちがどんな態度で彼らに接しようともいい結果にはならないだろう。過剰な反応を引き起こしてしまうだけだ。調査という名目で押し入ることは可能だが、もしこちらの早とちりであればまた彼らに不信感を募らせてしまうかもしれない。そうなれば今までの努力も水の泡となる。君は騎士団の中でも最も適任なんだ。その身分を強調する必要はない。君は遠くから旅をしてここへ来た旅人だ。この町の多数派ではない。であればそこからローレンス家のあの貴族と共通の話題を探すこともできるかもしれない。彼と友好な関係を築けばファデュイとの一件も探れるだろう。さすが神団長、隅々まで考えが行き届いてるな。そんなことないさ。ただ外交問題で蓄積してきた経験を生かしただけだ。そのローレンス家の人間はシューベルトという。最近はモンド北側の城壁付近をうろついているらしい。とっつきにくい性格のようだが、きちんと向き合って話せば問題ないだろう。協力感謝する。何か問題があればできる限りのサポートはさせてくれ。誰だ貴様は。こんにちは。オイラたちは。こんにちは。こんにちはだと、私の聞き間違いか。軽々しく挨拶をしてくるなど軽薄で無礼であるぞ。私を知らないとは無知な外来者か。私はシューベルト・ローレンス、正真正銘貴族の末裔である。私に話しかけたいのなら言葉を選んだ方がいい。そのような程度の低い言葉は聞くに耐えん。さあ、分かったらさっさと片膝をついて謝罪の言葉と自己紹介でもしたらどうなんだ。それが礼儀というものだろう。え、そんな礼儀聞いたことないぞ。ほっ、皆がそれをわきまえていた時代はそのような礼儀作法など基本中の基本、常識だったのだ。貴族に対し無礼を働いた場合、少なくとも鞭打ちの刑に処されていた。それが今はどうだ。規則は廃れ、礼儀作法も忘れ去られた。腐敗しきって見るに耐えない。
何？旧貴族の尊厳を疑っているのか？教えてやろう。ローレンス家は確かに没落したものの、我ら末裔は今もなお栄光を取り戻す機会を伺っている。周りの人間が貴族に従わないからこそ、私が貴族の高貴さと礼儀作法を主張し続けなければならない。なぜなら生まれた時点で格が違うのだから。もういい。貴様の言動にはうんざりだ。凡人に話すことなどない。それに貴様に礼儀を教えてやる義理もないしな。まだ大事な用事があるんだ。失礼する。いい団長からしたら、あれがとっつきにくいで済むレベルなのか。まあとりあえず一旦戻って相談しよう。あ、栄誉騎士、まさかこんなところで会うなんて奇遇だね。私もちょうどこの辺りを偵察してたところなんだ。あれ、その表情、なんか嫌なことでもあった？神団長から依頼を受けたんだけど、失敗したかもしれない。大丈夫、気にしないで。失敗なんてよくあることだよ。私だって毎回有力な情報を探せるわけじゃないし。だから元気出して。そうだ、私も手伝うよ。一体何が起きたの？神団長からシューベルト・ローレンスっていう人と友好関係を築いてくれって頼まれたんだけど、でもいざ会ってみたらすごく変わった性格をしてて、まともに話すら聞いてもらえなかったんだ。あ、私その人知ってるよ。きっと礼儀知らずって言われたんでしょう。私も何回も言われたよ。ローレンス家の人はそういうことにこだわるから。え、みんなそうなのか？貴族は貴族なりの矜持を持つべきだっていうのが彼らの考えだね。まあ言ってる意味はわかるけど、この時代を生きる人じゃないって感じがするかな。でも中にはそうじゃない人もいるんだよ。例えば私の友達のエウルアとか。友達？そう、彼女はローレンス家の人間だけど、同時に騎士団の第四小隊の隊長でもあるんだ。エウルアは特別なの。彼女は一族の人と違って自分の考えを持って行動をしてるから。言い換えれば彼女は一族の規則をあまり気にしてないってことかな。あ、でも彼女もローレンス家の人間との付き合い方をちゃんと理解してるからね。会ってみれば私が言ったことがわかると思うよ。でもそのエウルアっていう人がローレンス家の人間なら、どうして神団長はエウルアじゃなくてオイラたちに頼んだんだろう。それは一言では説明できないかな。簡単に言うと、エウルアが騎士団に入ったことで一族からあまりよく見られてないみたい。彼らからしたらエウルアは敵に寝返った裏切り者なのかも。でも彼女は親しみやすい性格だから、困ってることを伝えたらきっとシューベルトさんと打ち解ける方法を教えてくれるはずだよ。確か朝暴風山地の方へ見回りに出たから、そこに行けば彼女に会えると思う。おう、ありがとうアンバー。じゃあ早速彼女を探しに行こう。気をつけてね。私も偵察に行かなきゃ。まさか騎士団にそんな人がいたなんて。ローレンス家の礼儀作法を教わるなら、ローレンス家の人間を探すのが手っ取り早いだろうな。なんかすごいことを聞いたみたいね。